つになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？女性の思いがけない素顔を垣間見て、勝手に抱いている女性らしさとのギャップにショックを受ける男性も多いようです。では、どんな行為が男性に衝撃を与えるのでしょう。そこで、今回、これだから女性は怖い、と男性が震え上がる瞬間をご紹介します。1、普段仲良くしている女友達の悪口を平然と口にする。それまでニコニコ話していたのに、怖いです。10代男性など、友達思いの男性ほど、女性の表向きだけの友情を垣間見て失望することが多いようです。愛のあるダメ出しのつもりでも、何でも言い合える関係だと理解していない男性の前では、悪口に聞こえるので注意が必要です。2、寂しいと頼って期待させておきながら、くどくと、そんなつもりじゃないという。じゃあどんなつもりなんだよ。20代男性など、思わせぶりな態度を取る女性に対し、不信感を募らせている男性もいるようです。頼られたってことは、異性として好意を持たれている。という思考回路を持つ男性は多いので、人が良さそうなどの理由で、安易に頼み事をしないようにしましょう。3、内緒にしてと話したことを、周囲の友達に平気で漏らす。悪びれる様子もなかったりするので、余計腹立つ20代男性など、相手を信用して打ち明けただけに、裏切り行為だと感じるようです。男性は、本当に秘密にしてほしい時しか、誰にも言わないでと言わないと頭に入れておきましょう。4、失恋した時、周囲を巻き込み大騒ぎした後、すぐに、次の彼氏を作る。切り替え早。20代男性など、失恋した女性に感情移入した男性は、その後の急展開に気持ちが追いつけなくなるようです。失恋時に男友達に頼るなら、元彼を引きずらない性格を含め、自分の恋愛観をよく理解している男性を選びましょう。